ホーム側かなり強めの向かい風、追い潮、厳しい水面となりました。第12レースドリームレーサー賞です。進入体系はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。インから1号艇石は高戸から4号艇井口が好スタートを切っています。レースは1周1幕へと向かいます。逃げる1号艇石綿、まくり差しを狙って4号艇井口、外を攻めた5号艇瓜生、内側から2号艇前田でバックストレッチへと抜け出します。先頭を仕切る1号艇石渡りイルワ三艇陣、2番手4号艇井口のアウトコースに5号艇ウリュウ、インコースから2号艇前田、その後ろ6番3番と追走しています。スターター前提正常でした。一周に巻くトップで1号艇石渡人気に応えて旋回です。2番手は4号艇井口、外を握って5号艇ウリュウ、内側から6番2番でホームへ取り返しています。流れも風も結構きつかったですよね。そうですね、まあ、予想はしてたんで、はい、あ、そうですか、はい、お腰の位置もいい位置からでした。はい、あのスタートと一緒のところから行きました、うん、スタートは全速、はい、全速で入りました。はい、1、2、1、3ぐらいのスタートですね、はい、です、はいはい、いつものこう江戸川の感じで調整は進められてますか。そうですね、今の見てもスリットからは良さそうな感じはありましたかね、うん、はい、ここちょっと負けられない1号艇でしたもんね、まあ、勝ちたかったですねここは、はい、はい、ではその思いですね、明日のレースに向けてファンの方に一言お願いします。はい、東京支部全員で思い切っていきますので勝ってみてください。